鍵がねえな。頑張ります。かかってこいよ。やめんなよ。嫌がれ。
奥の手無理無理当たってこいよ。してみろ。そんな勝てますかね。何とかしないと。やってみろ。当たってこいよ。やってやろう。私に勝てますかね。終わった。どうしようかな。見せてやる。行きますよ。殴るんですか。やってみろ。いけるじゃねえぞ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ありがとうございました。行きますよ。よし、行くぞ。ビビってんじゃん。
私に勝てますかね。取っておきな。舐めるなよ。私の番です。舐めると痛い目に遭うよ。もっと来いよ。舐めないでくれる。おやさんは、おやさんは、そういう何言ってんのか。絶対負けない。いらっしゃいませ。
いただきます。いただきます。お、ナポリタンがあるじゃねえか。俺ナポリタン大好きなんだよ。俺も好きだぜ。うめえよな、ナポリタン。このお店のはケチャップたっぷりでいいよね。いや、みんなが大好きなナポリタンについてとっておきのトリビアを教えてやろう。トリビアって言い方久しぶりに聞いたわ。ナポリタン発祥の地はなんと横浜でしょ。え、そうなの？イタリアっぽい響きなのに。さっちゃん物知りだな。結構有名よこれ。横浜発祥のものって結構あるのよね。どうした足立さん。いや、話のオチを失ってちょっと戸惑ってるだけだから気にしないでくれ。ああ、なんかごめん。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いつも奢ってもらっちまって。いいってことよ。これでみんなが元気。気になんなら安いもんだぜ。だが奢られっぱなしで普通にしてるってのも厚かましいし。今度は俺にも出させてくれよ。お、いいって。なんてくるしたいやつだ。もう写真ねえぞ。俺の番だな。来た。どうした。よし、行くよ。こっち見ろよ。どうするかね。やっちゃえ。やっちゃえよ。それでは出発いたします。おう、ナンバー。その後レジェンドモルトの件はどうだ。ここんとこずっとカウンターを観察してんだけどよ、この店ほとんど客が来ないだろ。まあマスターが趣味でやってるような店だからな。お酒を頼むのは足立やさっちゃん、
俺らの身内ばかり。ってことはだぞ、このまま放っておいてもレジェンドモルトを頼む奴は永遠に現れねえ。俺の悩みは取り越し苦労だったってことだ。そりゃ楽観的すぎねえか。マスターだって誰も飲まねえ酒を仕入れたりしねえだろう。いらっしゃいませ。うん、なかなか洒落た店構えだね。お客さん、うちは初めてですか。ええ、ほらちゃんと客だって来るしよ。一元なんて珍しいな。ある小塚からこの店の噂を聞きましてね。ほう、どんな噂です。幻の高級ウイスキーレジェンドモルトがあると。ええ、置いてますよ。ぜひともいただきたい。私は無類のウイスキー好きでしてね。どうしよう。一番どうするって、謝るなら今しかねえだろ。俺弁償する金なんか持ってないぞ。金のことは謝ってからだ。あの客が安酒を飲めば大事になるぞ。すみませんが、レジェンドモルトはお出しできません。なぜです。私が一元の客だからですか。いえ、レジェンドモルトにふさわしくないお客様だからです。ほう、それは私がグッドダンディの編集長と知っての発言ですかな。グッドダンディ、マジか。なんだそれ。車でもレストランでも高級なものばかり特集する金持ち向けの雑誌だよ。非常に残念ですね。レジェンドモルトが飲めればグッドダンディでこの店を紹介しようと考えていたのに。書かなくて結構です。その手の話には興味ありませんから。いいえ、あえて書かせていただきますよ。このバーは客を襟好みする悪質店だとね。喧嘩を売ろうってんですか。そちらがレジェンドモルトの提供を拒んだのが原因でしょう。仕方ないな。拒んだ理由を話しましょう。うちのレジェンドモルトはある一人のお客様のためだけに仕入れたものでしてね。その人以外にはお出しできないんですよ。誰なんです、その客は。その昔、俺は一人の女性客に惚れちまいましてね。自分の気持ちを伝えようと決めてレジェンドモルトを仕入れたんです。その女性が一度でいいから飲んでみたいと言っていた酒でしたから、俺はレジェンドモルトを置いて彼女が店に来るのを待った。だけどいつまで経っても彼女は店を訪れない。半年経ち、一年経った頃、彼女が交通事故で亡くなったことを風の噂で聞きました。うちのレジェンドモルトは彼女に捧げる弔いのボトルなんです。これでもまだうちのレジェンドモルトを飲みたいと。私は数々のバーを巡ってきたが、あなたほど粋なマスターは初めてです。実にグッドな、いやグレートダンディだ。ボトルの中身がバレずに済んだ。それにこの先も永遠にバレることはねえ。これで一件落着だ。もうそんな問題じゃねえだろ。正直にマスターに告白して謝るしかねえよ。え？マスターの話を聞いただろ。あのレジェンドモルトはマスターにとって特別なものだったんだ。うん、それは分かってるけどよ。でも俺弁償するような金ねえよ。慌てるなって。難波に金がねえのはマスターも承知さ。弁償金だって分割にしてくれるはずだ。分割？ああ、月々1万円でも5000円でもいいさ。難波が払える分で返していこうぜ。うん、
確かに月に5000円なら払えるかもな。でも全部返すのに何年かかるんだ。大きな収入があった月は多めに払えばいい。そうやって臨機応変に対応していけばそう長くかからないだろう。そうだな。冷静な助言ありがとうよ。バカな客だったぜ。俺の作り話を鵜呑みにしやがって。作り話？惚れた客の女？そんなもんいるわけねえだろ。だったらなんでレジェンドモルトを出さなかったんですか？この店を始めるとき高い酒の一本くらい置いとかなきゃ格好がつかねえと思ってな。拾ってきたレジェンドモルトの空き瓶に安いウイスキーを詰めたんだ。ただの置物だよ。あんなバカ高い酒めったに頼む客はいねえんだが、たまに今日みてえなのが来るんだ。その度に同じ作り話で客を追い返してんのよ。ってことは難波がこっそり飲んだのはただの安酒？マジかよ。え？おめえら何の話してんだ？聞いてくださいよ、難波のやつが。言うな言うな、ダメだ。ほらマスターは仕事に戻って。おかしなやつらだな。いや、ついつい高級なボトルの雰囲気に飲まれて勘違いしちまったんだよ。わかるだろ、思い込みってやつだ。でも取り越し苦労だと分かってよかったじゃねえか。いやだけどよ、こんな恥ずかしい話はないぜ。なあ一番、この言葉絶対足立やさっちゃんに言わないでくれよ。頼む。分かったよ、内緒にしておくって。俺たちだけの秘密だぜ。なあ、その代わり一杯おごれよ。一番安いウイスキーをな。うん、任しとけ。足立さん。おう春日、一緒に飲もうぜ。今日は俺がおごってやるよ。お、珍しく景気がいいじゃねえか。今月の送金も無事に終わったからな。マスター、とびきりうまくて驚くほど安い酒くれよ。無事に高志君に送金できてよかったな。それに今日はこいつが届いてよ、たかしからの手紙だ。これが月に一度の俺の楽しみでな。おお、よかったな。もう読んだのか？いや、これから開けるとこだ。司法試験合格の知らせが書いてありゃいいけどな。早速読んでみようぜ。山田様へ、今月もお金を送っていただき本当にありがとうございます。笑うところか？山田さんって名前がな。仕方ねえだろ、俺は資産家の山田を名乗ってんだから。ほら続き読むぞ。僕は今年の司法試験を間近に控え慌ただしい日々を過ごしております。だってよ、司法試験はこれからなのか。今年こそは頼むぞ隆。続きはなんて？突然ですが山田さんにご相談があります。先日僕が自転車に乗っている際、止まっていた車のバンパーをこすってしまいました。それはとても高級な車らしく、車のオーナーから100万円の修理費を請求されました。今の僕にとてもそんなお金は用意できません。山田さん、どうか貸していただけないでしょうか。弁護士になった暁には必ず返します。だってよ。っておい、どういうことだこれ。バンパー修理に100万？俺に100万なんてあるわけねえだろ。そもそも気軽に貸してくださいなんて額じゃねえぞ。なこと言っても
隆君は足立さんを資産家だと思ってんだろ。そりゃそうだけど、現実の俺は金なんてねえしよ。どうすりゃいいんだ俺は。こうなりゃ気合い入れて稼ぐしかねえな。そうだな。だが100万はちょっとやそっとじゃたまらねえぞ。そこを気合でやり遂げるんだよ。熱い思いは十分伝わったが根性論にも限界があるしな。100万円か。どうしたものか。ん？あれ？どうした？ちょっと冷静に考えてみろよ。バンパーの修理に100万ってのはいくらなんでも高すぎると思わねえか。確かに安い軽自動車が買えちまうな。ひょっとするとこいつは詐欺の可能性もあるぜ。詐欺？なあ、わざと狭い路地に車を止めて誰かが擦るのを待つんだ。そんで言いがかりをつけて金を踏んだくると。確かにあり得るな。高志は勉強ばかりして世間知らずなところがあんだ。車のことなんて何にも知らねえだろうしな。そこでだ、足立さんが車のオーナーに直接会うってのはどうだ。示談交渉って名目だよ。なるほどな。そんで相手が詐欺だったらこっちのもんだ。力ずくで修理費を取り下げさせてやるぜ。春日に相談して正解だな。サンキュー。いいってことよ。早速高志に手紙を書いてオーナーの連絡先を教えてもらうよ。ふふ、なんとか大事にならずに済みそうだ。でも完全に安心するには早いぜ。なんでだよ。世の中には信じられねえくらい高い車もある。高級スポーツカーの限定モデルなんかには何億って金額のやつもな。もしも高志君がこすった車がそんなのだったら、バンパーだけで100万円ってのも詐欺じゃねえかも。待て待て待て、そんな車は滅多に見るもんじゃねえ。絶対詐欺だ、間違いねえ。あんまり楽観的に考えるなって話だよ。楽観的？ポジティブ思考って言えよ。さあ、嫌なことは酒を飲んで忘れるぜ。マスター、強めの酒をくれよ。つけて頼むよ。よう、さっちゃん。一人で飲んでた。まあね。何か悪いの？一番も座ったらどう？あれ、なんか機嫌悪いのか？そうね、ちょっといろいろあって。はは、わかったぞ。さっちゃんがママをやってるキャバクラでトラブルがあったんじゃねえのか？あら、店の女の子たちは私が完璧に教育してるって言ったでしょ。トラブルなんて無縁よ。そうは言っても経営者だった野々宮さんが亡くなって雇われのさっちゃんが家事を取らなきゃいけねえ状況だ。トラブルと無縁ってわけにはいかねえだろう。あんたって察しがいいのね。確かにお店の方は細々としたトラブルが続いてるわ。でもどれも私が火消しできる範囲のことよ。じゃあ機嫌が悪かったのは？妹の菜の葉のことよ。菜の葉がどうかしたのかよ。なんかあったのか？うちの家族のことどこまで話したっけ。私結構ベラベラ喋っちゃったよね。菜の葉と親父さんに口出ししすぎて喧嘩別れした。7、8年前に。何が喧嘩の原因だったかは話した？なあ、確かさっちゃんが菜の葉に悪い男と別れろっつったからだ。コンサル会社やってるって彼氏だったよな。
そう、そいつは桂川ってやつなんだけど、どうやら今も菜の葉といるらしいの。へえ、じゃあもう長い付き合いじゃねえか。まっとうな相手なら口出さないんだけどね。桂川は清流会にも出入りする半グレでさ、いつもそばに用心棒を連れてるような結構ヤバいやつみたい。元暴走族上がり。私も家出をして少し経ってから噂で聞いただけなんだけど。菜の葉にとっちゃやっぱり悪い虫だったわけか。さっちゃんの予想した通り。どうかな。今うちの店の女の子たちに実際の桂川がどういう男か確かめてもらってるとこ。落ち着かないけど、その報告を待つしかない。だから今日は機嫌が悪かったってことか。なるほどな。でも一番に話して少し楽になったよ。ありがとね、声かけてくれて。ふん、なんだよこのくらいのことで。ミスくせえな。行かれますか。それでは出発いたします。やりましたね。
やりましたね。頑張ってください、めっちゃいい感じ。よいしょ。なかなかいい感じっしょ。ここをこうして、よっと、よっしゃー、できた。やっば、出来良すぎじゃん。ありがとうございました。